岩本寺の住職の久保白鳥です。じゃあ今日はお寺の、案内をさせていただきます。こちらが当山の三門になります。昭和の40年代に再建した三門でございます。まあ、それほど古いものじゃございませんけれども、当山の三門ですね。で、まあ、今期間限定で少し企画をやっておりまして、いろんな人に寺に来ていただきたいということでございまして、いろんなポップアート寺の敷地並び敷地外にですね、点在させているという企画をやっておりまして、一応寺の三門にもああいう形で、少しメッセージを書かせていただいております。またですね、こちらも寺の前の敷地なんですけども、こちらの方にですねポップアートと、今四万十町おこし応援団と申しまして、町おこしをしている団体があるんですけども、そちら皆様と一緒にですね、こういう企画をしておりまして、その皆様と一緒に買ったトゥクトゥクがございます。これはもうちょっとしたらレンタカーとして使えるようになりますので、皆さんがいらっしゃった時にはもしかしたらレンタカーとして乗っている可能性もございます。はい、じゃあお寺の方に参りましょう。はい、こちらの三門の方にもですね、こういう形でポップアートを点在させて、おります。こちらの絵はですね、一応テーマがあるんですね。お遍路さんをテーマにしたポップアートの絵でございます。まあ作家の方にですね、実際にお遍路さんとお話をしていただきながら絵を描いていただきました。お遍路には2つの大きな意味があるんじゃないかとその作家さんはおっしゃっておりまして、まあ、1つはですね、ハートですね。ですから心の積み重ね、まあ、時代、もありますあるでしょうし、今いろんな人の心が積み重なって今の四国遍路っていうのがあるんじゃないかと、それをまあ見えないたすきでこうつながっていると、心とたすきがつながっているものがこの四国遍路じゃないかということで、ハート心とたすきを書いてくださいと。でもう一つは水っていうのがテーマでございまして、まあ、リフレッシュすると、気持ちのリフレッシュ、まあ、それがですね、この遍路につながっているんじゃないかと、まあ、かつ、まあ、当山岩本寺はですね、日本で有名な四万十川という川のそばにございますので、その水と掛け合わせて作っていただいたポップアートの、作品でございます。こちらとこちらが実は対になって あるものでございまして、こちらもハートと水が重なっているものでございます。はい、じゃ お参りの方法としては、まあ、ここで手を洗っていただくと、今新型コロナウイルス感染症対策しておりますので、試着ございませんけども、ここで手を洗っていただいて、お参りしていただくと。で、まあ、お迎えしているお大師様がいらっしゃる、わけでございますけどね。はい、じゃあ、本堂の方に参りましょうかね。まあ、お参りする際は、こういう鐘つき堂があるところでは鐘をついていただいても結構だと思います。はい、こちらが本堂でございます。はい、じゃあご案内いたします。あ、おはようございます。まあ、こちらの本堂がですね、まあ、当山で、まあ、一番有名と申しましょうか、有名になっている575枚の絵があるお堂でございます。こちら天井がそうでございますね。まあ、一応テーマがありまして、お寺に、絵を奉納してくださいという大きなテーマでございます。あとは何描いてくださっても結構ですよということでございまして、描いてくださった天井絵でございます。一番上が80歳、一番下は小学校4年生、まあ、10歳の方の絵が入っております。はい、それとまたも、当山の、もう一つ特徴でございまして、ご本尊様が5尊いらっしゃるというお寺なんですね。今秘仏でございますのでお見せ、できてはないんですけども、奥にですね、5尊の仏様がいらっしゃいます。
この大師堂の建物が当山で一番古い建物です。天保11年というふうに言われております。180年ほど前になりますかね、建物でございます。まあ当山で一番古いお堂でございます。今ですね、弘法大師さんの名前をいただいて1100年という記念年が去年2020年だったものでございますので、特別結縁ということでございまして、弘法大師さんと守っている5個とですね、同じものをですねこちらの方に置いておりますので、これを触っていただいて、まあ、ご利益を得ていただくということをさせていただいております。こちらの大師さん新しく見えるんですけども、最近修復させていただいたものでございまして、もともとは寛永20年と言われておりますから約400年ほど前になりますけどもね、その時作られた弘法大師堂でございます。本当に珍しいお大師様でございます。して実はですね、浄土宗ですから、この真言宗、弘法大師さん、空海さんと真言宗の、まあ、開祖さんなんですけども、真言宗の開祖さんじゃない、浄土宗のお坊さんが作られたというものになっておりますので、大変珍しい仏様ですね、はい。こちらはですね、百落としの瓦割っていうものでございまして、この玉の中に薬っていう文字が書かれておりますので、これをですね投げていただいて厄を落としていただくというものでございますので、どうぞ来た際にはこういう形で瓦家の前に立っていただいて一礼していただくと。で瓦家もですね、ご神言ですね、御賀ボケ明瞭者のまかぼだらまにハンドマジンバラハラバリタと、御賀ボケ明瞭者のまかぼだらまにハンドマジンバラハラいたい、御賀ボケ明瞭者のまかぼだらまにハンドマジンバラハラいたいと3回おとなしていただいて、こう投げていただくと。でこれ割れたことによって薬が落ちたっていうことでございまして、一礼するというものでございます。一番売れるのはこちらの筑香腕輪念珠だそうでございます。赤い玉、まだ緑玉があるんですけども、そちらの中にですね本尊さんのお姿が入っているものでございます。筑香でございますと夜光る念珠になっております。暗いところに行けば光る念珠ですね。であとは地元で名物なもので、この芋けんぴですね、四万十町はこの芋けんぴを多く作っている会社がございまして有名でございます。であとはこちらのおちょぼ羊羹、これ地元の羊羹屋さんが作っていただいているものでございますね。あとはさまざまいろんなお遍路さんのグッズがたくさんありますので、いろんなものがありますので、よかったら見ていただければということでございます。お寺はですね、まあ、本坊兼宿坊の施設がございます。もし、ご縁ございましたらですねお泊まりいただければありがたいなというふうに思います。今宿坊やってるお寺さんもちょっと少なくなって、四国の中で少なくなってきておりますけども、まあ、当山はですね、まあ、ずっと宿坊やってるお寺でございますので、まあ、よろしければお泊まりいただければありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。